どうも、ともハッピーです。はい、元ものまね芸人の岡本まりです。はい、ということで今日やっていくのはマジックザギャザリングアリーナ、完全初心者が助言なしで勝てるまで帰れません。こちらの岡本まりさん、はい、マジックザギャザリングに興味は持ってるんだけど、まだね一回もまともにプレイしたことが、そうですね、まずルールがわからないです。一回ちょっとウェルカムデッキで前にやったことあるんだけど、はい、多分もう覚えてないっすよね。はい、あの一回ともハッピーさんのお店飲めるやでやったことあるんですけど、はい、でもお客さんとか皆さんとかでなんか教えていただいてという感じだったので、うん、今これ一人でやって勝つまで帰れませんって言ったらもう多分帰れないと思います。ただそんなあなたでも大丈夫、はい、マジックアリーナなら、はい、無料で始めれて、最初にねチュートリアルでいろいろ教えてくれるんですよ。へえ、そうなんですね。でそのチュートリアルをやっていって、あの僕の助言なしで一生できるようになるまで僕も助言するんで、はい。まあ、それ何戦でできるのかっていうのを今日は検証企画ですね。何戦で勝てるのかっていう。はい、なのでもうすでにアカウント作ってもらってるんで、早速ねチュートリアルからやっていきたいと思います。お願いします。頑張りましょう。はい。はい、ということでね、すでに作ってもらってたアカウントで今ログインしてます。はい、右下にあるのがマリさんが使うデッキなんですよ、カードの束。あー、ここがデッキになるんですね。これがデッキ、もうもらえてるやつなんですよね。あー、なるほど。これを使ってプレイしていくと。なるほど。じゃあこのままプレイをしてもうガンガンやってみましょう。はい、はい、はい、ということでやってみてください。訓練相手になってくれるでしょう。はい、森は我らエルフのもの。なんか言ってるんですけど、この光の玉がいろいろ教えてくれます。スパルタ教師ですね。僕が何も言わなくても土地から引き出したマナを使って呪文を唱えましょう。土地って言ってたので平地です。ここにそう出てます、何をするか。土地をプレイしましょうということをこれを出します。はい、そう、今はまだ土地が足りず呪文を唱えられません。うん、このターンはこれで終了です。2枚目の土地をプレイするとクリーチャーを召喚できます。これはこれですね。でこの神殿の守り手、手札にあるカードは白白なんで、ちょうど白が2つあるんで出せます。あ、これをクリックしちゃっていいんですか。はい、いいですよ。はい、今 の, あの説明分かるまで何回も説明させていただきます。そういうことなんですね。はい、攻撃を続けましょう。はい、いいですね。見てる攻撃。はい、ああ、ブロックされました。あー、これブロックするやつなんだ。はい、でこれ説明してくれてます。戦闘が起こるとどうなるか、こうなります。わかりやすいですね、これ。わかりやすいです。お互いがパワー分のダメージを相手に与えて、その分タフネスが削られて。あー、なるほど。こいつらブロック参加できないんで、そのままアタックが通って、あー、で全て攻撃、勝利はすぐそこです。一体の攻撃いきますね。よそ者にしてはやるじゃない。よそ者って言われたんだよ。よそ者って言われましてね。勝利、勝利っていう感じで、あのこれを進めていくとルールを覚えていくんで、サクサクやっていきましょう。なるほど。はい、はい、驚いた。はい、ということで相手のライフが0以下になったんで勝ちです。これで説明の、第5章が終了しました。はい、これだと、はい、光ったりデジタルなのですごい分かりやすいです、初心者にとって。ああ、よかった。はい、でカラーチャレンジっていうのがあって、どの道を選びますか。初心者におすすめなんてよく言われるのは白とか赤とか緑です。青と黒の方がテクニカルな感じ。じゃあ白、じゃあカラーチャレンジ、はい、白の道を選びましたね。はい、じゃあこのカラーチャレンジで僕のアドバイスなしで勝てるまでやっていきましょう。はい、はい、じゃあこのプレイをします。お願いします。はい、知らないカードいっぱい手札に入ってくるから。はい、あ、ほんとだ。まずは平地を押します。で、置きます。よしろさん、応援お願いします。見守り役、見守り役。よしろさんは、あの
応援団お願いします。はい、よほど。これ初めて負けました。口は初めてです。多分なんかあのお尻肩で抜けてる部分があるんで、ちょっと。っていうのは一旦に1枚だけ出せるんですよね。ちょうどこれでなくなっちゃった。そう、でもちょうど出せるから出した方がいいかなっていうので。入れますよ。もう絶対、絶対勝てる。そう、なんかさっきみたいにまたどん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 、このプラスのやつはすごいですね。そう、出せる限り出していきます。ここに来たらもうバババババンって。全て攻撃したらもう勝っちゃいますね。うん、いいんですか。相手にかわいそうだと思ったらもうやめてもいいかもしれないですけど。すいません、すいません。マイナス28万でオーバーキル。サイコパスじゃないですか、マイナス。じゃあこれで、じゃあいきますか、助言なしチャレンジ。いやー、これ私、うん、今日初めてやって、そう、はい、置いてきます。頑張れ、頑張れ。よし、スポーツみたいな感じですね。なんか土を出します。向こうのターンです。向こうは2頭で攻撃してきました。これを自分がブロックするのかブロックしないのかを試されています。でも土地が出せるので土地を出します。こういう時は、あ、でもこの2つが出る。あ、これはすごいです。なぜかというと自分がダメージ食らった時にプラスして強くなれるようなですね。これを持ってると強いんですけど、これを追ってブロックしちゃう点数が減っちゃうのがもったいないので残っておきます。さあ、これは11でこっちを攻撃してこようとしてます。でもこれでブロックしたらもったいないのでブロックしません。で、ブロックされました。見ててください、こっからなんですよっていうことですよね。でもここには土地がいっぱいあるので土地を出します。そして新しいゲーム実況者が生まれた、素晴らしい。そしてプラス1で、これは他のクリエイチャーが一体あなたのコントロール下で戦場に出るためあなた1点のライフを得るっていうことはプラス、あ、これは相性がいいやつです、このこと。だからさっき相性がいいの後から高くなるっていう遊びで高くなったカードとつながるんですか。攻撃をしたらブロックできないって言ったけど守れなくなっちゃうからということは消えちゃう可能性がありますよね。ということは攻撃やめていいですかね。頑張れ、頑張れ。口を押さえて、力生まれてきたから。あ、これちょっと攻撃が弱いですね。なんか普通のカードでやりたくなりますね。おー、すごい、めちゃいい感想。でもまだこれはまだ私は学びたい。この2で私はブロックしたいです。そしたら体力とかあれですけど。え、じゃあブロック、さん、ダメですよ。無言、今の変な音で助言ですよ。ブロックしないです。おいいんです、今好き勝手させて。今どっち出します、とりあえず。どっちかなんですよね。あ、でもここは11だから一応これ出しておきたいです。いいですよね。これは何も書いてないですよ。ドクター、よしくん見守ってちゃんと見守って。で、これも、あ、は、は、来ましたよ。これはプラスになるはずです。出します。ほら、ちょっと強くなりました。絶対黙ってられないやつ。なんとかってでも今攻撃したところで向こうはまだ20あるので、でも1、2
ちょっと、ちょっと、ちょっと、頑張れだけ言ってください。なんか言いたかったら頑張れだけ。頑張れ言っていいんですよ。頑張れ。こっちで攻撃、一体で攻撃させてください。かっこいい。かっこいいでヒットを出してる感じ。あ、土地をまず出します。余裕だ。これを他のクリーチャーがいったあなたのこれもね出していきましょう。知らんけど強くなったあいつら。ここで攻撃しちゃっていいのかなとも思うんですよね。だって弱いんですもん、1と1と2と1で、うん、で2となった時に減っても倍で返せる可能性があるので、うん、頑張れ。でも今は全て攻撃しちゃってもいいのか。あ、数えます、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11で7もまだ攻撃早いです。ああ、なるほど、合ってますかね。いやもう、あ、もう正解しかないです。合ってますかね、答えるだけで助言になってしまう。まさかミッション失敗しますよ。でも私はまだ生きてます。生きてます。土地を出します。パワーが2以下の他のクリーチャーが1体。あ、でもこれはこれは6枚だから5、6枚で出せるんですよね、うん、これ出しといた方がいいですね。うん、ですですね。今回はもう助言なし1回諦め。諦めないで、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 諦めます。うん、え、ちょっと定期預金買え、あ、もう行こう。定期預金買え、はい。吉弘先生も緊急参戦ありがとうございました。すみませんね、深夜にね、
結構大変な企画だったと思って。いやもう朝の朝ですから。ありがとうございます。はいはい、ということでよかったらチャンネル登録、グッドボタン、それからねマジカリーナやったことない人はぜひねお試しでプレイしてみてください。はい、チュートリアルでねルールを覚えてから簡単に始めれちゃいます。はい、そして今日は岡本まりさん。はい。はい、ぜひあのお二人の仲間としてチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。そして開封大好きのチャンネルもきっと概要欄にあると思うのでチェックアウト、高評価よろしくお願いします。きっとっていうか絶対あります。絶対無料で、絶対だよ。はい、皆さん今日はご視聴ありがとうございました。また明日、バイバーイ。次は岩井社長だ。あ、岩井社長。